レースがそろそろ動き出す頃合い、八九番手佐藤コーチ、菅原明の連携がアクションを起こしました。1番野田源一も車を前と進めますが、まずは2番佐藤コーチが5番の森山の前を切りました。5番の森山智則、現在は3番手のイン、アウトは1番野田源一、3番手以降並走。おっと、両者がつばぜり合い、2コーナーからバックへと向かっていきます。さあ1番の野田源一は車を前と進めず、3番手にこだわって、ここは5番の森山智則かぶる展開、嫌って6番手に下げました。中国勢に切り替えはありません。4コーナー回ります。先頭2番の佐藤浩二、そのまま先頭をかける展開となりました。9番菅原追走で、1番の野田源一は3番手浩一、5番の森山智則はどこで行くか、6番手縦一列、2コーナーからバックへと向かっていきます。さあ先まくりで3番手1番の野田源一、そして5番の森山を仕掛ける。9番車の菅原のブロックを1番の野田源一は乗り越えていきました。外から5番の森山のまくりは届くのか。4コーナーから直線、まくり切ったは1番の野田源一、どうやら今年の初優勝野田源一。第11レース S 級決勝戦、第3周回2センター4コーナー、脇本、稲川、東口、6年前の宮記念杯ファイナルの並び。さあ勝負どころ、4番の山本が誘導との車間を切ります。近畿は別線で前段に山本ライン、後ろ攻めが1番の脇本ラインです。間には3番手に松浦、そして短期の2人、浅井と中川。後ろから一気にジャン手前、脇本踏み込んで、前段は4番の山本も突っ張りますが、近畿別線でここは力勝負。1番の脇本が捉え、そして4番の山本が飛びつくか。9番のしかし稲川番手をキープ、3番手東口、2番手は9番の稲川、懸命に追う展開です。脇本飛ばして9番の稲川追いつけることができるかのか。2番手1車身半相手、あとは4番の山本、そして2番の松浦、さらには3番の浅井もやってきて、2センターから4コーナー、先頭は脇本、とうとう稲川追いつけずか。7番の東口がインコースから直線、先頭は脇本独走のままゴール。2着争いは東口松浦接戦。前は4番佐々木で鐘を聞きます。菊池のラインに蓋をしながら8番の鈴木、じわっと上がって、東京埼玉勢5人すんなりできてジャンの4コーナー、あとの6番手1に4番の佐々木は下げる、7番菊池は6番手の外で、菊池は現在6番手、磯田が7番手です。佐々木は8番手で下げまして、9番の浦川は9番手になりました。さあ東京埼玉勢ずらっと揃ったところで8番鈴木は逃げますが、1コーナー6番手から7番菊池が発進です。まくり上げる7番の菊池に磯田が追って、人気本線反撃、3番大谷番手まくりを狙った、あとは4番佐々木も8番手から発進します。まくりで合わされて7番の菊池、難しい流れとなりました。大谷先頭で3コーナーから2センター、先頭3番の大谷、2番手5番の大から、あとの3番手1番の磯田切り替えて伊藤をどかしている。4番佐々木は苦しいまくり、4コーナーから直線コースは東京勢2人、大谷が粘った、岡田聖陽を詰め寄ってゴール前勝負、3番の大谷5番の大から両者の争い。負けました。ありがとうございます。